パーカーなんか着てきたら絶対死んでたわけ。カーディガンでも暑かったんだけど。メガハングからです。リーダーじゃねえわ。今日なんかすごい俺いっぱい来てんねんみたいなアピールするおっさんが2人とおばちゃんがおったから、俺すっげえ新人のふりしていったのに、パートナーなのか社員さんなのか知らんけど、お姉さんに点呼取ってくださいみたいなこと言われて、なんで俺が点呼取らなきゃ、知らねえわ。他の人残業できるかどうかと、他のフロアできるかどうか、ヒアリングしておいてください、聞き取りしておいてくださいと。なんで俺がせなあかん。メガホンです。なんで俺がせなあかん。お料理も偉そうに、俺いっぱい来てんねんアピールしてるおっさんいっぱいおるやん、そいつらにやってもらえやん。まあめんどくさいわ。俺ちゃんは新人アピールがしたいん。新人がいいの。新人の方が絶対楽だから。新人の方が絶対楽で、だってそんなことしたところで時給増えへんねんで。取ってね、あ、一応取ったけど、なんか聞いてくださいって言われました、ははは言うて自己申告にさした。6人おったらしいけど、どうでもええわ。そんなんどうでもええわ。まあセキュリティカードバカだっさー。波ほれんげか、波ほれんげ、波ほれんげ。太郎と中さんだけに世界平和と幸せが舞い降りますように。しゅんちゃんとまゆめろちゃんと田中太郎と中さん以外はただ見してるやつは全員地獄へ落ちて苦しんで死んでしまえ、この野郎。あと嫁ちゃんしかおれへんかったわ、ごめんごめん、誰も見てなかったわただ見してるやつがおれへんかった、ごめんごめん、めっちゃ疲れた。やっぱ久しぶりにあれやな、え、今日水曜日やろ。土日休んで月かテレアポ行って今日水曜日やんか。中4日開けてきたら足痛いわ足痛いわ。やっぱりこれ歩く距離とかじゃなくて、重さとかじゃなくて、俺自分の体重支えきれてないぞ。俺ちゃんの足はね、何マッスルマッスルってまたそんな技を身につけたん、トモさん、ちょやめてよほんまに。そうそう、このね、増えすぎた体重を落とさないと足が自分の体重を支えきれてないわ。めっさ痛いもん。もう4時間歩いたぐらいからもうやばい、今日あかんわ思ったもん。もう後半5時間なんてもう死にたいと、なんで残業できるなんて言ってもたんやろ今日と思って。歳かな、やっぱ20代後半ぐらい、後半してた時は死ぬほど歩いても全然痛くもなかったのに、 NHK の集金してた30代前半も死ぬほどチャリンコ越えたり歩いたりしても全然痛くなかったのに、もうさすがに46歳、46歳になると、いらっしゃい、さすがに46歳になると足が無理だわ。足が自分の体を支えきれてないわ、完全にマジで。今日もスロパチンコ屋閉まったやろ、パチンコ屋閉まっただろう。もうちょっとリパークのプレゼンチェックしとこう。足も支えられてないわマジで。めっちゃ痛いねんけど、足痛い、足痛い、めっさ足痛い。なんでこんな足痛いの俺、ちょマジで無理。明日コールセンターでちょっとゆっくり座っとこう。マジか、別居中やからな長期別居中やからな、すごいな。いや、それが夫婦円満の秘訣やと思うで、毎日追ってみ飽きるぞマジで。そうそう、今日
痛みがの向こうに何があるのかなと思ったら、痛みの向こうにちょっと気持ち悪さがあったもん。今日ちょっとあの心不全を起こしかけたもん。やばいんで、ちょあかん、あの血流悪なってる、心不全起こってる、足うっ血してて心不全起こって、やばいやばい、これ俺倒れる思ったもん。途中で気失うか思った。ちなみに俺あの下の業務、周辺業務俺分からずやってるんやけど、あれでいいのかほんまに、あんなんでいいのか周辺業務、俺分かってないねんけど。まあな、うん、病死か事故死やったら嫁に保険金を入れるから、そうそう、自殺やったらちょっといろいろ最近出えへんとか言いよるけど、病気か事故死やったら出るから嫁に金残せれるからな、うん、そうそう、ありがとう、ありがとう、うん、障害保険また2つぐらい入ったから、なんか知らんけど、UFJ とか、あとどこやったかな、いろんなとこから、うん、あ、3年やったらいけんの、ほんならいけるかな、共済もうだいぶ長いことかけてるやろ。障害保険があっちゃこっちゃでいっぱいついてて、うん、UFJ です。そうそう、車にひかれたりとか、もうめっちゃ金もらえるやん。もうあの車に引かれて俺右足なくなってくれへんかな、右足痛いねんけど、あかん、ごめん、嘘ついた、左足も痛いわ、両足痛いわ、これ両足なくなったら俺仕事せんでええんじゃん、両足なくなったらええんじゃん、マジで。せやな、マジで、うん、ちょボーンって、はい、しかも配信中に生配信してて普通に青信号渡ってて、ボーンって引かれて、それ YouTube にアップしたらめっちゃいじゃぐらいいけるやん、そんなん、うん、あ、そうそう、最近バスの運転手が事故いっぱい起こしとるからな、そう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 、右足左足、うん、うん、交互にぐねって、右足左足首、右足首左足首、交互にぐねってみたいな、やばいね、暮らし、あーやばかった、帰ろう帰ろう、はあ、今日は日当1万円、残業1時間したから日当1万円やから、スロットで買った3000円足して1万3000円で、プラスドル円で2000円利確してるから1万5000円、今日はノルマ達成したぞ今日はノルマ達成したぞ。前しかもかける30日やからな、1万5000円を30日こなさな俺あかんねんから、土日がすごいしんどいの、土日が、うん、買うじゃない、支払いに最低限いるお金がね、1日1万5000円なのよ。これ土日引いて20日とかで計算したらえらいことになるからな、2万になるからな、日当絶対不可能やろ、日当2万競馬毎週負けとるやん。そうそう、ジャグラー大きいのよ。ジャグラーの勝ちは大きいよ、マジで。今日なんてあんな適当にカニ歩きして2000円売って1000円売って1000円売ってレギュラーペカ、9ゲームでレギュラーペカって、その後19ゲームでビッグ引いて、うん、28ゲームやろ。その後33ゲームやから61ゲーム回して捨ててんねんで。61ゲームで2ペカ。合算 30.5 分の1で大捨てて30.5 分の1、え、これなんで捨ててはんの、みんな気持ち悪いやろな、あの台どうなったんやろな、見てみたかったな、あの後あの台どうなったか、誰かが打ってメスはまったのか、そのままの勢いで出たのか、まあそのままの勢いってことはないよな、30分の1で出続けることは絶対ないから、どっかではハマんねやろけど、ああ今日雨降ってるから濡れてるから座られへんねん、その辺に、そやねん、絶対そやねん、だから確率とかあんまり考えたらあかんねん、今手元にあるコインが今日買ってるかどうか、それだけで考えやんと、
めっちゃ買ってたら確率考えたらいいけど、最近確率に偏りすぎててちょっとそれを忘れて、うん、いや雨降っててびちゃびちゃやから、うん、うわめっちゃそれ飲みたいわ。あでも今日昨日吉野家のしじみ汁美味しかったよ。吉野家のしじみ汁美味しかったよ。160円するけど吉野家のしじみ汁160円。いやウーバーやりたいけどできへんやん、こんな時間に終わるから、うん、こんな時間に終わるからお昼間仕事受けてもたら仕事行かれへんなるし、うん、そうそうアサリかしじみの味噌汁最強よねマジで。それだけやと生きていけるわマジで。子供の頃それで飯よくわかったけど今なら全然それだけで飯食えるもん俺マジで。おかずいらんぐらいの勢いやから、うん、そりゃおかずあって贅沢してから何あと口の中を流し込むためだけに飲む詩人の味噌汁、アサリの味噌汁はめちゃめちゃ最強やけど、うん、マジで。あでも今日昨日あれよ休憩中吉野家で一個一個しじみの具食ってたよ。しじみの具食ってたよ、うん、せやんじゃがいもマジで。うち田舎鹿児島やからさつまいもとか入れるんだけどもうそんな邪道やから。さつまいもとかかぼちゃとかの味噌汁邪道やから。さつまいもとかかぼちゃとかましてやなすび入れるやつとかもう邪道やからな味噌汁に。もうなんでなんていらんことしてくれるのっていつも思うもん。なんで俺が一番嫌いななすびとかぼちゃ同時に入ってんのみたいな。ええー、うせん。せん。ありえ。ありえ。ナスとかぼちゃ、いや、食べられへんことはないのよ。食べられへんことはないのよ。うん、食べられへんことはないけど。うん、漬物とか天ぷらやったらまだいいけど、もうあのぐちゅぐちゅ感が俺無理なのよ、ナスビの。ナスビのぐちゅぐちゅ感で俺、子供の頃吐いてるからね。子供の頃拒絶反応を起こして吐いてるからな、ナスビって言うて。それでもアホなうちの母親はナスビを出し続けて、とうとう俺ちゃん、あのナスビのせいで拒食症になって飯食われへんかったんやから、子供の頃。今思えば拒食症やからな。うちの母親アホやから、こんなん食べなあかんねんとか言って、そのせいで俺ちゃん拒食症になったから。それでガリガリやったから子供の頃マジで。貧乏で飯食えてないっていうのもあったけど、ナスビのせいで拒食症になったんやから。アホやでなうちの母親。今やったらな、今やったらええけど。足痛い、めっちゃ足痛い。ちょっと誰かレクサス LS600 で迎えに来て。いやもう今現行機は LS500 LS500 で迎えに来て。誰か迎えに来て。うう空き缶、空き缶めっちゃ積んでる。わっけわからへんチャリンコあんねんけど、やっぱ古事記のチャリンコあんねんけど、やっぱよし、ガツンゴールド飲もう。ガツンゴールド飲もう。ガツンゴールド嫌いじゃなくてもうアレルギーで食べられへんから、うん、いや日本どころか50本ぐらい乗ってたぞ、わけのわからんカゴの中に。おかしい、ほんまナスビあかんねんって。かわいい、かわいい。足痛い、めっちゃ足痛い、マジでめっちゃ足痛い。あの前もう今週来てへんと思うけど、あの先週おった最終日金曜日におったおっちゃん、11時18分の電車乗るって言ったけど、よう間に合いよんな。俺今もう23分やろ。結構早出たのに足痛くて歩かれへんから全然18分の電車なんか間に合わへんねんけど。ガツンゴールド今日は飲むぞ。今日こそガツンゴールド飲むぞ。あ、売り切れやったんやな前、なんで飲めへんかったかっつったら。ガツンゴールド飲むぞ今日は。いやマジでそんな感じ、うん、駐車場代も払わんでえし、ガソリン代も払わんでえし、自動車でも払わんでえし、売り切れやろな。なんやねんお前らは。40円を節約しろとか
売り切れとけとか、むちゃくちゃ言うな君ら、マジで。ええやん、40円ぐらい贅沢させてくれたって。100円のゼリー炭酸マッチを飲ましてくれとか、そんな言うてへんやん。なあ、そんな言うてへんやん。それやめて、40円損しただけ配信とかやめて。ああ足痛いわ、めっちゃ足痛い。なんで俺こんな、なんで俺こんな日雇いやってんの。なんで俺ちゃんこんな日雇いやってんの。やばない、日雇い派遣おじさんで検索、 YouTuber です。日雇い派遣おじさんで検索、日雇い派遣おじさんで検索。めっちゃ無視されためっちゃ無視された。聞こえるんだ、聞いといて。誰かが検索してくれた、それでいいか。誰かが検索してくれて、あんなに YouTuber が、 YouTube が1本でも多く再生されたら勝ちやから。なみちゃん、なみちゃん、で今だからもう5台見たから、今から6台目のパーキングの生産機と、パーキングの生産機とね、いや開始どころかずっとしてるから。君ら、え、何見てたん。俺もう10台ぐらい自販機見てるで、君らと喋りながら。何を言うてんの、そんなもん。今から開始してたら、もし今までの自販機に金あったらどうしてくれんの、マジで。カタカタしてたら、あ、お疲れっす、お疲れっす、お疲れっす。そうそう、本職いっぱい持ってるからな。そやで、誰にも気づかれへんようにコソコソコソっとできるようになってるから。俺ちゃんスキルアップしてるから、俺ちゃん日々何事もスキルアップしていくから、全てスキルアップしていくから。今日なんか金打ち合わない、今日なんかトイレ行くふりしてコーヒー飲んでトイレ行って、わざとおしっこや、おしっこだけやのにわざわざ台の方に座っておならしてからおしっこをして、ちょっと座ってて、サボったとか。やった、今日ガツンゴールド打ってるわ、やった、今日はガツンゴールド打ってます。残念でした。メガハーダス、売り切れてるのはジョージアだけでございます。今日はありがとうございます。40円のかな、あー忘れたわ、それは忘れたわ、ごめんごめん。お、ちょうど40円あるや、マジか、ちょうど40円あるぞ。10円玉4枚あったわ、35円かなと思ったら40円あったわ、10円玉が4枚あったわ、ラッキー。ガツンゴールド、え、ガツンゴールド知らんの、ガツンゴールド知らんの、え、もしかしてガツンゴールドしたの。40円、ほら40円、40円で電気ついてるのガツンゴールドだけやから。40円で電気ついてるのはね、売り切れてるジョージアの売り切れとガツンゴールドだけだから、ガツンゴールドだけやから、ガツンゴールド。スクショ撮る？ちょっと待って、ちょっと待って、今日も一日お疲れ様。ちょ、内カメ向けへんねんけど、ちょっと内カメ。めっちゃ逆光やな。どこのセレブだよ。ああ、うまい。ああ、うまいわ。あ、オラミンのバターもみたいなもんぞこれ。
今ビール、酎ハイの自販機、タバコの自販機もチェックしたけど釣りなかったわ、もう自販機終わりかな、もう自販機終わりかな、今日の自販機チェック終了やな。何だったかな、なんかのチョコレートもなんかあのウーバーとの企画でプレゼントするらしいから、なんかウーバーのね、ゴールデンウィーク中ウーバーの仕事が増えるらしくて、ふざけるなよお前ら、お前ら、お前らどんだけ贅沢してんだよ。こっちは日雇いで体流し稼いでんだよ。こっちはあたしはね、あたしはね、体流し働いてんだよ。ありげった、あたしはね、体流し働いてんだよ。あたしはねいてててて、かんないな。あ、もう一個あるジャンキー、もう一台あったわ。もうパチンコ屋の前の自販機なんか絶対次ないしな。マジか。何やとお前ら、ふざけるなよお前ら。あ、ここもしかしたらこれコインパの釣り線って、ないわ。見えてたわ。お好きないのも気に入ったわ。はあ、足痛い。足痛い。ジャグラーで毎日2万勝ちやな。ジャグラーで毎日2万円買ったらな、こんな痛い目をすまんで、しゃんで済むのにな。なんで俺こんなジャグラー勝てへんねやろ。じゃあこれで毎日2万勝ちゃそれでええのよ。2万勝ちゃね、毎日2万勝ちゃ月60万だろ。変な、こんな日雇いバイトなんかせんでええのに。なんで日雇いバイトなんかしてんの、バカなの。足痛い、日雇いバイトはした足痛い。養ってお姉さん、俺のこと養ってお姉さん、マジで。ジャンキチェック、1台でも自販機回るぞ。今日は1台でも自販機回るぞ。あかん、ラーメン屋の兄ちゃん見てるから、ラーメンの兄ちゃん見てるから店の中の自販機チェックできへん。マジかよ、ないやんけ自販機。疲れたわ、帰ろう帰ろう。明日殺せんやから、明日殺せんやから、明日殺せんやから6時に終わるから。6時に終わったらジャグラー開けて、ジャグラーグラグ入ってくる痛い。明日はジャグラー打てんの。中速音速童貞飛行機に飛ぶんだ。足痛い。足痛い。足痛い。やめて。足痛い。足痛い。足痛い。もう。そう、嫁ちゃんに美味しいミルクティーを飲ませてあげるために俺血抜きに行かなあかんね。でもあれこの辺やねんけど。違う、あれ南森町で見たんやったっけ。あの時は南森町の駅の上やったんだけど、なんで南森町やねん。マジでそんなんできたん。なんで昔そんな恵まれてんの。なんで今こんな不幸なの。俺ちゃん不幸すぎるんだけど、誰もいないわ駅。これ駅やで、地下道ちゃうで、駅の構内やで。これ人いないんだけど、やばくない。メガホンさー、マジでかよ、マジでかよ、マ
ジでかよ。毎日受けに行くわ、ち。ち、毎日受けに行く。あ、ちなみに今日爪割れてんけど、俺ちゃん今日爪割れてんけど。パキって割れてる。地下道、あ、地下鉄。地下鉄の駅構内。地下鉄の駅構内。せやな。っていうか、マジで俺、あの、ファッションイベント1位じゃん。え、1位やから、あの、めっちゃ目立つとこ乗ってんじゃん。違うの？これは、ふわっちの運営様が、俺ちゃんをついに本気でプロデュースしようと思って、あそこ乗ってんちゃうの。めっちゃ目立つやん。一番先頭に乗ってない俺。やばない？メガハードス。20人しか参加してないけど、俺いっちゃん、1番に乗ってない。やばない？絶対俺1位やん。あれで1位取れへんかったらもう俺終わってるやん。しかも他の19人ほとんど知らんやつらやし、誰これっていう。メガハードス。ねえマジでちょっと君たちも宣伝してきてよ。このおっちゃんに、このおっちゃんに投票してあげてっつって、うん、マジで俺1位やろ。何かって何？マジでメガホン10個もあんの？マジでか。ちょっと待って、スタンドがないね今日。スマホスタンドがないんだから置かれへん。なんでこうそんな時に限ってそんなファンタとかすんの君ら。普段投げもせえへん相手もさえてね、あ、無理に投げるから。音楽かけてや。じゃあねえ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 塊だましねえ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 。しゃあないな、もう君らは。君らはすぐそうやって欲しがるやろ。なあ、ちょっともう時間あんまないねんからな。ちょ、いて時間あんまないねんからな。時間あんまないねん。じゃあ早く電車乗らなあかん。そんなゲーとかやってる場合じゃないんけど。YMCA 見えた？え？ YMCA 見えた？ YMCA 見えた？スクショしないで、もう YouTube 開けとくから大丈夫やで。え？ YMCA 見えた？おまた YMCA 見えた？素晴らしい YMCA。地下鉄 YMCA、 地下鉄股間 YMCA。 見てなかったもしかしてな。大丈夫、あの、なんやねんそれ、なんで良くないとか言うねん。見えた？ちゃんとしてってどういうこと？ちゃんとしたやん。今のあかんの？ありがとう。何君らコメントで、あの、連携してんの？からのありがとうって。めっちゃビンゴやってびっくりした。まあ、電車来てるやん、もう。地下鉄股間 YMCA なんかしてるから電車乗り過ごしてん、一本。なあ。乗れないわ、もう。行っちゃったわ。乗りません、乗ります。うわ、もう行っちゃった。今、たった今行ったわ。当分経営。